核にあるテーマが循環で、葉っぱがあってさ、雨が降ってきて、なんかミミズがほら土を作ったりするじゃん。で、太陽を浴びてとか、もう絵本みたいな分かりやすいさ、循環のあれを、そこになんかほら、桃園川っていうのがもともと流れてたから、その川の流れをちょっと感じさせるようなものを入れてほしいって言われて、その河童とかさ、織り交ぜてっていう感じではあるけど、あとはまあこの道を通ってくれる人が楽しくなるような、仕上がりましたね。何日くらいかかったんだっけ。結局10日間ぐらいかな、うん、ペイントした日数だと思う。ペイントした日数でいうとそんぐらいだと思います。今街が思った以上に楽しかったっていうのはあったですね。書いてる最中、書いてる最中にこう来る、あの話しかけてくれる人にしても、街の空気にしても、街と仲良くなっていきたいと思います。街の形にフィットしたラインを逆らわずその南米とかでも書いてるじゃないですか、うん、に比べてどうなんですか、その日本の環境とか東京もしくは高円寺っていう。高円寺はだいぶ南米乗りだね。ラテン乗りというか、で結局ほらこういう本当に道で書くっていう環境はやっぱり東京だとやっぱ少ないから、一番こう見せたかった部分っていうか伝えたかった部分って、うん、やっぱりこう現場の壁にこもってるものがあるっていうか、ここに来ると感じるなんか高円寺っぽさみたいなのを入れたいなと思って、うん、杉並区の街づくり景観課から連絡が来てるっていうことでつないでもらって、で、このミューラルプロジェクトをご存知でリニューアルしたい、杉並区の壁があるから絵を描いてくれないかという、横断になりました。いやもう素敵としか言わないですね。区の職員、他の私の上司も含めて伝えたらですね、よくやったっていうふうにはやっぱ言われましたね。もともとはレリーフをイメージして、まあ、アートの絵を考えてくださったんで、すごくつながりができたというか、ただ壁画を描いたんじゃなくて、過去 そのここにある今残されているものをうまく利用しながら新しいものを、息吹を吹き込んだっていうような気がするので、そこがまた他の壁画アートとはまた違う見どころなのかなっていうふうに思いましたね。まずそう、杉並区がやっぱり区として誇れるものにしたいっていう、まあ、区の立ち位置としてからも最初はちょっと面倒くさいかなと思ったんですいろいろ言われるかもなとか、うんうん、地元の人とか、うんうん、でも高円寺のおじさんたちはいい感じでしたね。だいぶ、うん、おじさんたち中心にだいぶ喜んでくれて、うんうん、本当こうやってさしてくれるのは嬉しいよ。本当ありがとうございます。こういったことはチャンスがあるのかな。サインしときゃちゃんと。わかりました。サインが大事だよ。すごい楽しい制作になったっすね。そうですね。今回初めてミューラルプロジェクトに関わらせてもらったんですけれども、やっぱりここ普段 BNA のフロントデスクバーで立たせてもらってるっていう立場と全く違う形でこうコミュニティと関わるっていうことがすごく面白くて、その壁を通じて地面とつながるじゃないですけど、で地面とつながって、その地面が全部の街に地続きになってるっていう感覚、街の一部分に手で触れてる感覚っていうのがすごく安心感につながりましたね。その街の人の声をピックアップしたりとか、その、まあ、町内会と向き合ったりだとか、まあ、今回特にその杉並区からの案件っていうこともあったので、
そのみんなで一つずつ形にしてるっていう作業だったので、そんなになんかスケールのどでかいことをやってる、まあもちろん そこを目指してはいるんですけど、そうじゃなくて、そこに行く過程はものすごくなんか、まあ、コミュニティというか人とのつながりを大事にして段取りを踏んでいかないとそこにたどり着かないんだなっていう感覚を改めて持ちました。壁画作ってると、あの割と素直にあのより良い街とは何かみたいなのを話さざるを得ない状況になるじゃないですか。やっぱいろんな人の意見をこの壁画のプロジェクト通して聞けるし、表現者のために壁を用意するっていう、まあ、一番原点のシンプルなところだけじゃなくて、こう理想の街を自分たちで住みながら自分たちで作っていくため の、あのなんか手段みたいなそういう要素が6回目っていうところでこう僕の中でもはっきりしちゃったかもしれないなと思ってていや、こういう現場が東京にも増えていったら嬉しいですね。そういう、まあ、頼む側の人たちがお任せっていう、はいはい、アーティストを信じてくれて、 その人たちが何を出してくるのかが楽しみっていうような、うん、そういうミューラルプロジェクトっていうのが、うん、またちょっと今回みたいなことが増えていくと、やっぱ描いてる側も多分この人たちのためにこんだけすげえね描いてやるって気にもなれるし、相乗効果になる。多分なんか本来さ、そうあるべきじゃん。だから何を描いてくれじゃなくて、うん、うちのこの場所がどうだとか、この街がどうだって話をすげえいっぱいしてほしいよね。